知りも捨てずに心が進みたい。早く済ませたいだけの僕に意見を求めないで。食えない毎日は始まりました、生配信祭りライブ from 南青山、ご覧いただきありがとうございます今日はですね、僕の MC はかなりグダグダなので、素敵な MC の方がいらっしゃっておりますよ。リアル三姉妹です。三姉妹って 3人の
女の兄弟の三姉妹ですね。で活動されているその名も三姉妹、字はですね三に姿に舞うです、舞踊の舞です。三姉妹の皆さんよろしくお願いします。こんばんは。ございます。本当の姉妹で活動していますダンスボーカルユニット三姉妹です。長女のアミです。次女のマシュです。三女のアイカです。本日は生配信祭りライブfrom 南青山マンダラの進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いします。お、はい、はい、続いての登場はフルート、チェロ、バイオリンの3人組ユニットトリオスパークさんです。松ヶ下さんも花本で参加されるそうですね。あ、これがですね、はい、その予定だったんですよ。花本って分かりますか？花本、あ、もうしまっちゃった、使わないからしまっちゃったんですけど、木の箱みたいなやつを、あ、ある？ある？あ、それなんです。これが花本なんですけど、それなんかゴミ入ってるわけじゃないんですよ。それミュートですからね。これでポコポコやってサポートするんですけど、なぜこれを使うかって言ったら、生楽器なんで一個一個の音はそんなに大きくないんですね。じゃないと大きい音でやると、その例えばドラムだと、もうそのドラムの音に3人の音が負けてしまうので、この花本というのを使うんですけど、今日はなんとね、配信ですから、普通のライブだったらドラム叩いたらドラムの音がスピーカーから出るでしょ。でその時点でもう全部の音消えちゃうんですけど、それをやらない仕組みなので、なんと畑江さんと、すごいよこれできちゃうと、うん、でそう、そこでね、皆さんインスタライブをご覧の皆さんに、で言い訳というかあれなんですけど、実はその各アーティストの無料配信もするかもみたいなことを言ってたんですけど、やっぱりそのシステムがそうなっている以上、その表に出てる音と配信で流れてる音のミックスが全然違うんですよ。なのでインスタライブで見てる方は、ちょっとおかしなバランスで聞こえてると思ってください。なので、各アーティストの皆さん、頭の一曲、頭の一曲を聴きいただいて、一旦切らせていただくと、そういう感じになっております。でもちょっと松ヶ下周りのやつは別にどうでもいいって僕のあたりは別にいいかなと思ってますので、だからそこら辺まで見ていただいて、その後登場するアーティストの音はぜひ綺麗な音で聞いていただきたいので、マンダラのホームページの方に行って、ポチッとしていただければありがたいと思っております。じゃあ畑江さん、やっちゃいますか。これね、これライブじゃ聞けないです。この仕組みだから聞けるんです。だからね、これ今ここで、あ、じゃあインスタライブ聞こえないや、ほとんど多分もうドラムの音に負けちゃうと思いますけど、配信の本はきっちりマイク立ってますからいけますよ。じゃあ準備いいですかって、あ、俺がダメだ、これね、はい、よいしょ、じゃあ行っちゃいましょうか。畑江さん、あれ最初ゆっくりの部屋から上がってくるんだよね。これ行きましょう。